根っこみたいに太い方が素敵なの。そんなのやだ。でもそろそろ日が暮れるみたい。どうします？暗くなってから進むのは危険ですよ。匂う、匂いますし、真水の匂いや。みんな疲れて腹も減ってきたし。今夜はそこでキャンプにするか。ライトがついたぞ。きっと誰かが乗ってるんだ。僕ら以外にも人がいたんだよ。行ってみようぜ。
Thank you.
チファイヤー、メガフレーム、よし。Thank you.
ファイヤー。どうだ。ファイヤー。よーっしゃっと。レイモン。メガフレイム。プチファイヤー。いくよ。頼む。ありがとう。メガフレイム。メガフレイム。よし。ファイヤー。どうだ。ファイヤー。よーっしゃっと。レイモン。メガフレイム。チファイヤー。メガフレイム。ファイヤー。行くよ。頼む。よーっしゃっと。どうだ。ファイヤー。よーっしゃっと。レディーフレーム。チファイヤー。どうだ。you
チーファイヤー、レディーフレーム、やったファイヤー、どうだ、
チーファイヤー。行くよ。頼む。よーっしゃっと。よーっしゃっと。レイボン。メガフレイム。チーファイヤー。
この魚を焚き火のそばに置いて。あ、おヤマト、なんで魚を火から離しちゃうんだよ。魚は遠火で焼くもんだ。え、そうなの。お腹もいっぱいになったし、そろそろ交代で見張りをした方が良くないですか。そうだな、順番を決めよう。女の子はやらなくてもいいだろう。あと、タケルもな。僕、平気だよ。いいからお前はゆっくり休め。ガブモン、毛布代わりにその毛皮貸してくれよ。ガブモンの毛皮の下ってどうなってんのか気になってたんだよ。ああ、それだけは。よせ、嫌がってんだろ。それに今は見張りの話をしてるんだ。ただの冗談だよ。怒ることないだろう。やめて、二人とも。じゃあ最初の見張り番は俺がやる。じゃあ次は俺だ。お兄ちゃん、ヤマトのハーモニカ、いい音色だな。あんなちょっとしたことで頭に血が昇るなんて、どうしたんだ俺は。大地の様子でも見に行くか。兄弟だよ。親が離婚したから別々に暮らしてるんだ。俺は親父と一緒に、タケルは母さんと住んでるんだ。それで二人の名字が違ってたんだな。ああ、トイレに行きたくなってきちゃった。お兄ちゃん、どこに行ったんだろう。
っちだ。来い。ヤマト、ダメだ、俺怖い。カブモン、怖いわ。ヤマトのハーモニカが聞けないなんて、あんな優しい音色が聞けないなんて。進化した。すごいよガブモン、頑張れ。見た目の進化、アズモン以外も進化できるんだ。なんとか無事だったみたいだね。ガブモン、進化できるなら初めからしろよ。無茶言わないでよ、初めてだったのに。ガブモン、助けてくれてありがとう。それにお兄ちゃんも本当にありがとう。別に。テレアなんだから。それはお前だろ。